はい、これも非常に異色のカードですね。ただまあ一枚選手は本当プロレスラーでありながらですね、非常に多方面にチャレンジしていく、しかももう会見とかね、はい、カード発表とかでもとにかく沸かせる、はい、というかなんていうのかな、すごい選手ですよなるほどなかなか結果に繋がらない時も多いですけど、だけどやっぱり戦う気持ちは素晴らしい、一流品持ってますからね、はい、一回持ってますよ。いきなりサイドキック、その右のローを繋げてきます。左のローからここはいきなり圧力をかけていこうという一流前です。対する山田澄江、岡田選手、はい、この山田澄江はあの6月渡辺スタイルともかなり激しい試合やりましたからね。右のストレートを顔面捉えました。1枚バックハンドブローも見せます。さらにサイドキック、高い投げるか、どうか、体勢崩れました。ちなみに山田澄江が147センチ、1枚が158センチということで身長差は11センチあります。両者コンパクトにまとまってですね、山田選手は出入り激しいですから、はい、最初の時の踏み込みも非常にいいですね。なのでいいもの当たったら一発で倒れますよね。ただ1位前 この、まあ、本人もねボーボー言ってもしてますけど、右のフック、はい、これはねやっぱり当たれば重いですよね。そしてこの時折見せるバックアンドブロー、なかなかいいもの持ってるね。今の右のフックですね、今回はさらに右を強化してきたと会見で言ってましたからね。今回は右のフック、さらにアッパーで、はい、トーナメントに出て KO を量産すると宣言してました。なるほど、はい、この辺は夢を見たいです ね、 ですね。しかし対する山田も動きは止まりません。果敢に中に入ってきます。バックアンドブロー、さらにサイドキックつなげていこうというと、その間を崩しました山田。右のフック、これです。右のロー、チーズ選手ね、いかんせん技の種類が大技が系が多くて種類が少ないんですよ、はい、なので見切りがね相手の選手に出てきちゃうので、なかなかバックローブローにしても本当に振り出すから当たるんですけどね、その辺をもうちょっとスタイル変えていくと当たれば重いですから。なるほど、だから1位前に夢を見たいんですよね。なるほどここで第1ラウンド終了です。セバダーラウンド2、サイドキック、ここも最初はこの攻撃が入っていきました。バックアンドブローを狙うか、いわゆったところサイドキック、左のロー、まあ、太田選手一番はかなり手数はね積極的に出していくんですよね。そうですね、本当に思いっきりのいい攻撃ですよね。さあ、クミア投げるか、体勢崩れました。大江さん、一枚的にはプロレスラーの位置もあるでしょうし、投げだけは絶対もらいたくないですよね。そこはもらっちゃいけないですし、逆に投げてやらなきゃいけないですし、ただね、この山田選手のこのコンパクトなパンチがかなり警戒しないと、カツンともらった時に大きなダメージって流れますからね。パンチ非常にありますよ。ここも臆さず入っていこうという山田です。そしてこのステップ、動きが止まりません。バックアンドブローをさらに半身の状態でサイドキック、この攻撃で対応します。1位対する山田、入ってきたところに打ち返していく。ここも手を休めません。ロピはしかし尾形さん、やはりその体格差というものはいかんともしがたいものありますね。そうですね、チーズ選手もまあ左をうまく当たって入ってくる止めてますから、なかなか山田選手入りづらいんじゃないですかね。サイドキックサスポーにチェンジしたりするので、はい、結局そういった変則的な動き見せますよね。そうですね、なかなかこう的を捉えづらいと思いますね、はい、ここはどんどん3回ローキックのコンビネーション見せました。振りながら前に入っていこうという山田。バックアンドブロー、これを向かして右のフックが一発当たったか、なんとなく今1位上がりましたね。そうですね、ここでビラは終了です。押してるかなという印象です。ラストラウンド3、さあファイナルラウンドです。2分間、どちらがその本戦進出を決めるのか、決定を見せるか。
一ついい攻撃がありました。しかしここで対戦プレーでバックを取ろうという姿勢を見せました。1枚また足をスイッチしてのサイドキックです。マッチサイドにアウトローを放ってくる。大きく1位左のミドル止めます。さらにサイドキック、今いいミドル入りましたね。1つ突然両倒しましたけども、この技が続いてるうちはいいんですよね。はい、1位側から言えばやはり山田選手の中に入れないことですよね。逆に山田選手は中に入るためには、中に入るためにはこのやっぱり技の切り目ですね。この技が出なくなる時があるんですね。はい、この止める技、サイドキックなり前切りなりですね。こういう技の合間を縫って中に入ってカウンターを取ることですね。今見ながらこれでいいですね。一つ左のフック細かい感じが入りました。ただね、意外と序盤から山田選手は腕を取りに行ったりだとか投げをチャレンジしていったり、はい、シュートボクシングに対応してますよね。最初の残り時間制は体勢崩れます。はっきりとしたアドバンテージを取りたい両者。近い距離打ち合う。一のパンチが当たっているか。あ、ちょっと山田効いたか。足元に力がなんとなく入らない、そんな感じがします。バカのブロー、それは非常にいいパターンやってますね。しかし山田も止まりません、下がりません。ロープに押し込みながら下がりました。時間がない。バランス崩した。ここで3ラウンド終了のゴングです。一応何かこうもう一ラウンド行くぞみたいな、そんな表情も見えました。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ鈴木30対30、ドロー。一人目のドロー。ジャッジ大村30対28、赤コーナー1位。二人目は2ポイントついて1位です。ジャッジ津山30対28、赤コーナー1位。以上2対0をもちまして赤コーナー ACC 1位マイ選手の判定勝ちでございます。まあ、判定2対0という結果になりました。今の試合、はい、判定によりまして1位選手の判定勝ちとなりました。そうですね、まあ、これで1位前がもし、トーナメント出場選手に何かアクシデントがあった場合、リザーバーとして本戦に出場するその権利を獲得いたしました。